ウォータールーレディング線は、イギリスのロンドンウォータールー駅とバークシャーのレディング駅を結ぶ鉄道路線。ウィンザー城直下のウィンザーイートンリバーサイド駅への支線が最初に開通した区間であることから、ウィンザー線やレディングウィンザー線の名で呼ばれることもある。その他にも、複数の支線、運転区間を持つ。線路と駅の設備は、ネットワークレールが保有し、 運行会社サウスウェスタン・レールウェイが車両の運行と駅の管理を担当している。ウォータールー、クラパムジャイクション間はサウスウェスタン本線と並走し、ウォーキンガム・レディング間はノースダウンズ線と線路を共用している。校舎の区間を指してウォーキンガム線と呼ぶものもある。ロンドンから西へサリー北部とバークシャー南部を走る。ロンドンから 南西部の通勤路線の一翼を担う路線であり、クラパムジャイクション駅で、サウスウェスタン本線から分かれた後は、リッチモンド、トゥイッケナムといったホームタウンを経由していく。ステインズで、ウィンザー線と分かれた後は、アスコット競馬場のあるアスコットや、シンディインクで知られる、ブラックネルなどの緑豊かな地域を走り抜け、古いマーケットタウンであるウォーキンガムを通り、 ダークシャーの中心都市レディングに至る。全線を走破するのに要する所要時間は1時間20分ほどである。各駅停車と主要駅に停車する、快速運転を行う列車がある。ウォータールーレディング間の全線を走破する列車は、ステインズまでは、主要駅に止まる、快速運転を行い、ステインズ以降は各駅に停車する。ステンズウィンザー線は、すべての列車が本線と直通し、 一体となった運用が行われている。こちらはウォータールー、フェルサム間で快速運転となる。その他に支線に直通する運転系統も多い。アスコット・ギリフォード線とキングストン線、シェッパートン支線には朝夕のみ変則的に直通する運転が行われる。また、環状運転を行ってウォータールーまで戻る、キングストン線とハウンズロー線の2系統が乗り入れている。 これらの視線直通列車、環状運転列車は、快速運転区間での各駅停車の役割も担っている。その他に、レディング・アスコットなどの区間運転列車も設定されている。以下に示すのは、平日日中の運行形態の例である。判例、停車マイナス一部停車通過458、5系電車、ジュニパーが大多数を占めるが、450系電車が、 運用されることもある。サウスウエスタンレールウェイ、時刻表ページ。www.soutwesternrailway.com。2020年2月5日閲覧。ありがとうございます。